今回は高い球の打ち方をテーマに話をしていきたいと思います。ゴルフをしていると目の前に木があってプロみたいにこの木を越えたいなとか思う場面ってゴルフをしていると出くわすことあると思います。高い球というのは低い球に比べるとレベルが上がってきます。ただ覚えておくと先ほどの高い球で木を越えたりだとかフォローの風に乗せて飛距離を稼いだりだとかプレーの幅が広がっていくと思います。これから先さらにレベルアップしていくということを考えると、覚えておきたいテクニックの一つだと思いますので、高い球打ってみたいなっていう方はぜひ最後まで見てみてください。高い球を打つときに必要な条件というのが大きく4つあります。1つは基本的にはフェアウェイであるということがあります。もちろんラフでも打てなくはないですけれども極力ボールが浮いているっていう状況が必要になってきます。でライとしては平らなライもしくは若干の左足上がりっていうライが高い球は非常に打ちやすくなってきます。そしてある程度スイングが出来上がっていなければいけないということが条件としては挙げられます。スイングがある程度出来上がっていない方がこの高い球の練習をしてしまうとスイングを崩してしまう危険性もあるのでちょっとここら辺は注意が必要になってきます。ではどうすれば高い球が打てるのかというところなんですけれども結論から言うとロフトが増えれば高い球は基本的には打てます。7番アイアンよりも8番アイアンの方が球は上がりますし9番アイアンの方がもっと球は上がります。でも飛距離もある程度出して高さも出したいっていう風になってきた時にこの高い球の打ち方っていう技術はかなり一つ有効なテクニックになってきます。では打ち方について。高い球を打つ時にまず大切なのは構え方アドレスの取り方が非常に重要になってきます。まず通常のボールのポジションに対して高い球を打つときにはロフトを増やす必要がありますからいつものボールポジションよりもボール1個から半個ボールを左に置いておきます。そして目線はボールを上げたい高さに設定します。そうすることによって体の軸が少しだけ右に傾き体重の配分が右にちょっと多め、イメージとしては右6割の左4割というような体重の配分になってきます。次にスイングの注意点としてはこの体の傾きを極力変えないままヒットさせていきます。そうすることによってロフトが若干増えてきます。そしてそこからフォロースルーは体の軸に対して回転していきますからフォロースルーはいつもよりも高く上がっていくようになります。そしてフィニッシュなんですけれども軸がちょっといつもより右に傾いている分若干右に残るようなイメージでもいいかなと思います。もちろん必要以上に右に残ってはいけないですし左に突っ込んでしまってはロフトが立ってせっかく高い球を打とうとしてもロフトが逆に立ってしまって思った高さが出なくなってしまいますから右側に若干軸を傾けたまんま高いフォロー、そしてややいつもよりもちょっと右足に多めに体重が乗っているような状態を作ってあげるといいと思います。高い球を打つときにやってはいけない行為としては高さを出そうとして早めにリリースをしてしまう。そうなると構えたときにせっかく高い球が打てる準備ができているのにさらに手を使ってキャストしてしまって高い球を打とうとしてしまうとボールの手前にクラブが当たってしまう、要はダフリのミスにつながってしまいます。またそれと同時に余分に軸を右に傾けていこうっていうのもダフリの原因になってしまうのでこの2つの動きは絶対にやらないように気をつけていきます。高い球を打つときも原則として基本に忠実なスイングを心がけていけるといいと思います。構えた時にボールのポジションが少し左に来ること、そして軸が右に傾くこと、そしてこの右に若干傾いた形に沿ってフォロースルーが
いつもより高くなっていく。それ以外は基本にできる限り忠実なスイングを心がけていけるといいと思います。最後に、じゃあどのような練習をしていけばいいのかっていうところなんですけれども、おすすめとしては少し低めのティーアップをして打っていく練習がおすすめです。いきなり地面に置かれたボールを打とうと思ってしまうと、先ほどのやっぱボールを上げたいっていう思いから違う動きが入ってしまったりだとか、まあ、例えば力が入ってしまったりだとか、まあ、そういったエラーが起きてしまう可能性がありますので、まずは低くティーアップしてできるだけボールが上がりやすいシチュエーションを作って、それから練習していけるようにするといいと思います。では一回打ってみたいと思います。まず通常のボールポジションでいつもの高さを打ってみます。通常のショットですと打ち出しの高さが今 18.7 度の高さでした。これを今度は高い球で、ボールはいつもより1個から1個半左に置いて、目線は高く、体は若干軸を右に傾けた状態で、軸を保ったまま高いフォロースルー、体重は若干右に残ってても構わないです。高い球は確かに難易度は高くなってくると思います。ですが冒頭でも話した通り、難易度はやや高めになってきますし、ある程度スイングが出来上がっていなければ、またスイングを崩してしまうリスクもあるので、あまりこうやりすぎることはおすすめはちょっとあまりできないんですけれども、ご自身のゴルフのレベルアップのために一度ぜひ挑戦してみていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。